こんばんは。10月22日土曜日、猫ニュースの時間です。先週はせっかくお出かけの準備しとったのに、リーは置いてきぼりにされて、アイちゃんはリリカヤとデートに行ってました。平気で人の彼氏を取る人間なんです、あの女は。ますます人間が信じられなくなりました。それでは一つ目のニュースです。新たな生命が誕生しました。先日ビューティーヘアサロンアヤピーにて新たな生命が誕生しました。生まれて間もないふわふわちゃんを背負うリリーさん。ふわふわちゃんを見た瞬間、母性が目覚めたと言っています。そういう彼女の表情はまるで聖母マリア様のように母性に満ち溢れています。最近ふわふわちゃんが丸くされた事件が勃発していますが、そういう事件に巻き込まれないよう注意してほしいですね。それでは2つ目のニュースです。うなべが美味しい季節になりました。これは先日リリカレと行ったデートでの映像です。美味しそうなお鍋を囲む。ここで緊急速報です。何者かによってふわふわちゃんが潰されたという情報が入ってきています。カメラつながっております。現場のエリザベスさん。はーい、エリザベスです。昨日未明、何者かによってふわふわちゃんがペタンコにされた模様、ショッキングな映像が流れます。心臓が弱い方は注意してください。こちらがそのペタンコにされたふわふわちゃんです。私も現場を見た瞬間目を疑いました。一体誰がこんなことを。現在警察は犯人を捜索しています。第一発見者の証言によりますと、朝ごはんを食べに部屋に入ったらこうなっていた、とてもリリには見せられないと話しており、ふわふわちゃんの飼い主のリリさんにはとても辛いお話ですが、もうふわふわになれない、このまま丸めるしかないとのこと。現場からは以上です。スタジオに戻します。なんていうことでしょう。リーの大事なふわふわちゃんが。すいません。今日のニュースは終わりにします。それではまた来週。バイバイ。